斜めに手前変えましょう。スピード上げないで。まだ速い。顎の位置が定まってからスピード出した方が絶対人間の方が楽ですよ。動いて動かしてるのは分かるしいいんだけど、頭の位置がこの位置でずっと動いてるから結局背中の位置がたるんでるんですよ。下に下に、そう、ゆっくりでいいから、ゆっくりでいいから、足引きずるぐらいゆっくり。でその位置が決まってきたら脚でまた体を前に出すんですよ。前に出しては抑えては前にっていう、馬の体の中で前後を作ってあげて、でバランスは戻ってるんですよ。鏡の前から早足発進いきましょう。髪を下に取りながら、下に取りながら、押さえつけない、下に下に、まだ